チンダマ、ナイチャ開花率は、中華民国に北市し潮止め区に本社を持つタピオカティーを主力商品とするドリンクスタンドチェーン店である。台湾を含めアメリカ合衆国、シンガポール、インドネシア、スペインなど、世界46カ地域2800店舗をチェーン展開しているドリンクスタンドの企業で黒タピオカパールを使ったミルクティー、ブラックパールティーを発売し、 人気を得た1996年創業。1998年5月に台湾台北県に開花率、フランチャイズ本部設立。アメリカを中心に世界展開を広げる中で日本にも上陸し、2008年には日本地区フランチャイズ運営法人である開花率クイックリージャパン株式会社が設立された。またこれとは別に2012年に 台湾本社直営の開花率企業有限講師に本支社が設立され、直営店を展開していた。一時は、福岡市を筆頭に、北九州市、大分市、沖縄県、岡山県、広島市、名古屋市、大阪府、京都市、東京都、札幌市などに店舗が存在する。イオンモールやアリオなど、ショッピングセンター内にテナントを置いていた。ブランド名である開花率は、 クワイクーリーと発音される。カイクワイすぐに、架空を美味しく、律、D 自由に持ち歩く、という意味で、これに、英語のクイックリーという語を当てたと説明されている。台湾には原料を供給するための関連会社、金圧市食品有限講師を設けている。本社である開花率企業有限講師の日本語表記が、クイックリーエンタープライズで、 フランチャイズ店を統括する日本法人の名称が、開花率クイックリージャパン株式会社。開花率クイックリーとは開花率クイックリージャパン株式会社。2011年9月17日閲覧。クイックリーという名前の由来。開花率企業有限公司日本支社。2014年8月31日閲覧。ありがとうございます。